次に文化コミュニティ振興財団から第10回仙川劇場演劇コンクールのお知らせです。仙川劇場の水野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今年も演劇コンクールが開催されるということなんですが、詳しく教えてください。はい、今年で第10回を迎える仙川劇場演劇コンクールが7月13日と14日に2日間にかけて行われます。予備審査第1次審査を経て選ばれたファイナリスト6団体が40分のオリジナル作品を上演してグランプリを目指します。なんと愛媛からも参加してくれているんですよ。はい、ファイナリストの皆さんから、コメントをいただいておりますのでご覧ください。どうぞ。どうもキュイです。今回蹂躙の蹂躙って作品をやるんですけど、後半森が重要なモチーフになるので演出の徳地くんと実際に森に来てみました。どうですか徳地くん。いや空気が清々しいですね。かなり、ダークな雰囲気の作品になってくるので今のうちに、綺麗な風景を楽しんでいておいてください。はい、あとまあこういう森なんだって想像して見てもらえればありがたいです。ではでは。はい、出るからには、グランプリ目指したいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、世界劇団です。私たちは愛媛を拠点に活動している劇団です。この度上演させていただく作品は紅の魚群開運の風よ吹けというタイトルです。仙川の皆様にも楽しんでいただけるよう頑張りますのでぜひ見に来てください。茨城発全国行き勢い任せの演劇チーム、せーの、一二のです。一二のは茨城を拠点として活動している演劇チームです。一二のまでは準備するので3は皆さんご一緒にという意気込みで皆様と空間を共有していければいいなと思ってます。ぜひ会場でお会いしましょう。どうも、劇団速度の野村です。今回は Nothing to be done という作品を上演するそうです。まあそうですというのは今回僕は、演出家なんですけど参加せずに僕のところダンサー2人が作品を作るということになっているからです。まあどういう作品になるか分かりませんがここでお楽しみにお願いします。デサンチカのスペシャルサンクス、影山徹だ。演目はパイプドリーム。絶対に見てくれ。どうも、校舎流体力学です。我々は美少女至上主義者なので美少女を称える作品を作り続けております。今回行う美少女がやってくると震えて眠れは私が美少女に出会い死んで生き返る話を朗読見せ物と名乗ったパフォーマンスで行います。ちなみに役者は私一人なので美少女頑張ります。イエーイ。いや、いろいろと個性的で楽しみですね。はい、ところでこのコンクールではどんな賞があるんでしょうか。はい、まず演劇の専門家である専門審査員が選ぶグランプリ、これを受賞すると1週間仙川劇場が無料で使用できる権利が授与されます。そしてもう一つ、3日間仙川劇場無料使用権が獲得できるオーディエンス賞があります。これは公募で選ばれた市民審査員とともに全団体を感激したお客様の投票で決まります。私たちも投票に参加できるんですよね。はい、全団体をご覧いただいたことが条件ですが年々参加者が増えています。お客様の熱気もすごそうですよね。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、入場は無料ですがチケットが必ず必要になります。劇場窓口、またお電話、インターネットでお申し込みいただけます。全席指定、各回入れ替え制です。皆様のご来場お待ちしております。ぜひお楽しみください。仙川劇場の水野さんにお話を伺いました。